皆さん、こんばんは。香原ともみです。皆さん元気ですか？最近寒いですよね。もうずっと寒いんで、私も本当に寒いの苦手で、でも暖房つけると、声が、喉が荒れちゃうんで、暖房つけられないんで、もう毛布を何重にして、もう寝てます。はい。そんな香原ですけれども、今日はですね、皆さんに、見せたい動画があって、ちょっと、おしゃべりさせていただいております。ですね、だいたい、何年ぐらい前かな。多分、5年か6年ぐらい前だと思うんですけれども、その時に、藤沢典正さんっていう歌手の方がいらっしゃるんですけど、もう長年ずっとやられてる方で、何度か一緒にお仕事をさせていただいたことがある方なんですけれども、その方と、その時に、たまたま、お仕事が一緒で、リハーサルが終わって、で、その後に、なんとなく、私が、のりちゃんが、のりちゃんって呼んでるんですけども、のりちゃんが、ピアノも弾けるんですよ。ピアノも弾けて、歌も歌えてっていう、すごい人なんですけども、ピアノを弾いてくれて、それで、私が、夢破れという曲を、ピアノと歌ソロで歌うっていうそういう動画がね携帯バーって見てたら出てきたんですよ。で、懐かしいなと思って、それでなんかちょっとのりちゃんのことを皆さんにも知ってもらいたくて、ちょっと YouTube に載せてみようかななんて思って。で、ちょっと、今から見てもらおうと思うんですけれども、藤沢典正さんって歌手で、シングルとかアルバムとかも名前も出してる方なんですけれども、ものすごい声量があるんですよ。で、オペラ歌手かっていうぐらいの歌手かっていうぐらいのなんかすごい、声量があって、で、その方がね、いろんな CD を出してるんですけども、今現在も活動中で、今ファンの人と交流をしたりとかして、交流して、そのファンクラブファンの人をすごく大事にされる方なので、ファンの人とのなんかこう演奏会だったりとか、そういうなんかこう何ですか、こう集まりだったりとか、ファンミーティングみたいなのをやってたりとかするんですが、他でもなんかこう地方で営業歌ったりとかして活動されてるんですけれども、その方とですね、私がその当日、仕事が一緒で、で、たまたま予定にないことをやったんですよね。のりちゃんがピアノを弾いて、で、私が夢破れてを歌うっていう、そういう映像でございます。はい、皆さんぜひ見てみてください。そして、藤沢典正さんのことを知ってください。で、ぜひ彼も YouTube やってるので、ぜひ彼の YouTube とかも見てみてください。すごく声量があるだけではなく、こう心に刺さる、なんか感じるものがある、そういうなんかこう
歌い方をされる方なので、すごく私としては、私香原智美としては、おすすめの方なので、おすすめの歌手なので、ぜひ皆さん聴いてみてください。それでは、のりちゃんと私の、予定になかった、ピアノと歌のコラボを聞いてください。それではどうぞ。Thank you.